アニルカプールはインドの映画俳優兼プロデューサー。ナショナルフィルムアワード受賞。ムンバイのティラクナガル地区で、父は映画プロデューサーであるスリンダールカプールと母ニルマルの間に生まれる。兄はプロデューサー、弟は俳優となっている。1979年ハマレ・タムハーに脇役としてボリウッドでデビュー。その後、1984年に、 ヤシュ・チョプラ監督作品、マシャールで自身初めてのフィルムフェア賞助演団優勝を獲得。1988年にはヒット作、テザーブで自身初のフィルムフェア賞主演団優勝を受賞。1992年に大ヒット作、ベータで2度目のフィルムフェア賞主演団優勝を受賞。2000年の作品、プーカーではナショナルフィルムアワード最優秀俳優賞を受賞。 2008年に公開された地震初の英語作品、スラムドッグドルミリオネアはアカデミー賞やゴールデングローブ賞など多数の国際的な映画賞を受賞し、国際的な知名度を高めた。2010年にアメリカ合衆国のテレビドラマ 24-24- 24の最終シーズンに出演。2011年にはミッション・インポッシブル・ゴースト・プロトコルに出演した。 1984年に結婚し、娘が二人と息子が一人いる。長女のソーナム、カプールは、女優、次女のリアカプールはプロデューサー。K、ジャ、スー・ボッシュ、アニル・カプールとスティッチス・ヒズ、24、CO ー・ースターズ、ゲッツ・レーブ・リベス。THANDIAN.com。2010年12月7日閲覧。ありがとうございます。